問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。<例>女の人と男の人が話しています。女の人は、どうして引っ越しをしますか 来週の日曜日、引っ越しを手伝ってくれないいいけど、また引っ越すんだね。部屋が狭いのうん。部屋の大きさも場所も問題ないんだけど、建物が古くて嫌なんだ。最近近所の人と友達になったから、残念なんだけど。そうなんだ。 女の人はどうして引っ越しをしますか一番いいものは3番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では 始めます。一番男の人と女の人が話しています。女の人は昨日友達と一緒に何をしたと言っていますか 昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたかええ。友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ。今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから、 海で泳いだんですかい,いえ、泳いだり、海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後、すぐに帰りました。残念です。女の人は、昨日、友達と一緒に何をしたと言っていますか 2>, 2番。教室で先生が学生に話しています。学生は工場で何を作っている時に見学をしますか 来週はクラスで工場の見学に行きます。ジュースで有名な会社の工場ですが、アイスクリームやキャンディそれからクッキーも作っているんですよ。本当はジュースを作るときに見学したかったんですが、来週はジュースは作られていないそうなので、皆さんはアイスクリームを見ることになりました。見学の後、 クッキーのお土産がもらえるそうです学生は工場で何を作っている時に見学をしますか 3番授業の後で男の学生と女の学生が廊下で話しています。男の学生はいつ山本さんに手紙を渡しますか 森さん、この手紙を山本さんに渡してくれないえ、何あの、僕、山本さんのことが好きで、僕の気持ちを手紙に書いたんだけど、なかなか渡せないんだ。朝、教室で渡そうと思ったんだけど、恥ずかしくてダメで。今、山本さんが教室を出た時も、やっぱり渡せなかったんだ。自分で渡した方がいいよ。 山本さんなら授業の後、いつも30分ぐらい図書館にいるよ。図書館は人が多いから恥ずかしいよ。じゃあ、出てきた時はどううーん。頑張って。うん、行ってみる。外で待って自分で渡すよ。男の学生はいつ山本さんに手紙を渡しますか 4番。ラジオを聞いています。桜動物園はオープンの日にどうなりますかオープンの日です。 今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします。動物園は毎日10時から夕方5時までですが、オープンの日は午後8時まで空いているそうです。お仕事の後にお子さんと一緒にいかがでしょうか休みは毎週木曜です。チケットは600円で、 中学生は500円。小学生以下のお子さんはただです。毎月初めの土曜日にはチケットが安くなって300円で入れます。ぜひ行ってみてください。桜動物園はオープンの日にどうなりますか 5番女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか女の留学生です。 ねえ、日本に来て日本の自動販売機に驚かなかった驚いた。公園、病院、海、どこに行ってもあるからすごいよ。私が驚いたのは種類だよ。私の国では売っているのは飲み物がほとんどだよ。日本ではバナナや花、服も見たことがある。うん。言葉を話す自動販売機もあって、 東京では東京の言葉を、大阪では大阪の言葉を話すんだよ。店員みたいだね。日本では外に置いてあっても中のお金が盗まれたりしないから、自動販売機がたくさんあるのかもしれないね。女の留学生は日本の自動販売機について、 どんなことに驚いたと言っていますか六番。スーパーで客と店の人が話しています。卵が安くなる時間は何時から何時までですか すみませんこちらのお店のホームページに今日は卵が安いと書いてあったんですが売り場はどこですかあそこですがすみませんお客様卵が安くなるサービスは夕方の1時間だけなんですえ何時からですかもう終わってしまいましたかい,いえまだです今ちょうど5時ですから始まるまで30分あります 分かりましたまごが安くなる時間は何時から何時までですか七番。 会社で女の人と男の人が花見の場所について話しています。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか 土曜日、仕事の帰りに花見に行かないいいね。どこがいい東公園がいいよ。桜は東公園と北公園が有名だけど、北公園は毎年すごく混むんだよ。公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて、歩いていてもなかなか前に進めないんだ。お祭りみたいで賑やかで楽しそうだけど、ちょっと疲れるね。 東公園も人は多いんだけど、池があって、船に乗って桜が見られるから楽しいよ。面白そう。東公園は会社からは歩いて行けるえっと、歩くのは無理だけど、バスなら15分で着くよ。じゃあ、東公園に行こう。